どうも皆さん、ビスタンです。ビスタン知ってる、こういう大切なお知らせとか告知系の動画ほど再生数伸びないってことは、なのでできるだけ手短に分かりやすく要件だけさっさと伝えたいと思いますので、最後までいてちょうだい、よろしく。はい、まずは皆さん、おかげさまでビスタンのチャンネル登録者数3万人突破しました。イエイ。今日の要件はですね、まずチャンネル登録者数が3万人突破したので、それに伴って企画が2つ発表がございます。それともう1つ、なんとビスさん初の企業案件をいただいたお話、この3つのトピックで今日の動画をお届けします。いくぞ。2つ発表があると言いましたけれども、まず1つ目、3万人突破記念プレゼント企画。今回も3種類豪華なプレゼントを用意しております。まずはね、おなじみビスさんが着ているこの T シャツ5名様にプレゼントいたします。まずこれでしょ、この T シャツ。二つ目がこちら、こちら3種類目、バナナ美味しそう。はい、こちらバットマンかっこいい。はい、ファッション上級者のあなたに、こちらの猫ちゃんの T シャツも差し上げます。これらのビスタの涙と汗とその他諸々のエキスがたくさん染み込んだ T シャツをあなたに差し上げたいと思います。ただどの T シャツが当たるかは、ごめんなさい、届くまでのお楽しみにさせてください。人生最初で最後のビスタン T シャツガチャと。お次のプレゼントがこちら、おい、オーディオインターフェース。ある種一番実用的かもしれない、ローランドのデュオキャプチャー EX という機種になってますね。ここにサインを入れました。まあ、オーディオインターフェースなんで、音楽やらない方にはいらない機械になっちゃうかもしれないんですけど、これなんかデモ制作とか、それこそ動画作る方にはかなり重宝される機械になってるんじゃないかなと。これが2つ目。最後3種類目がこちら、スネアドラム。こちらね、もちろん私ビスターも撮影で使わせていただきました。機種はね、ヤマハのこれバーチのスネアになってます。結構ね、いい音になってます。3万人記念ですから、こんぐらいやりますよ、それアビスタン有言実行のバケツ。まあこれも一応ね、サインを入れておきましたので、はい、こちら応募方法なんですけれども、概要欄の方に応募フォームの URL を貼っておきます。どのプレゼントを希望するかも書いてください。応募条件なんですが、もしよかったら、僕が解説するサブチャンネルの方のチャンネル登録をよろしくお願いします。応募期限12月13日の日曜日いっぱいとさせてください。で、これプレゼントの当選者の発表の方はサブチャンネルの方で、動画にして発表させていただくので、まあそれを踏まえてもね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。え？ちょっと待って、今さらっとサブチャンネルって言ったけれども、どういうこと？というわけで、お知らせの2つ目はサブチャンネルを開設することになりました。サブチャンネルで何をするのかというと、ゲーム実況をねしたいと思ってます。あらかじめ言っておくと、このサブチャンネルはほぼ音楽もドラムも関係ないので、僕のドラムとか音楽を期待して登録する人は逆に注意してください。もちろんこのバケツの姿でゲーム配信します。ゲームの中でも僕が大好きなスマブラをね、最初は中心にゲーム配信をしていきたいと思ってます。まあね、ゲーム実況と聞いて、なんだいきなりどうしたって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ僕ね、普段からスマブラ自体では毎日必ず触ってるんですよ。それはもちろん好きで。まあ、だったらせっかくなんで、まあその普段やってる姿もね、配信して皆さんと一緒にね、楽しみたいなっていうのがシンプルな理由です。まあちなみにゲーム自体の実力で言ったら全然大したことないです。ただ僕の中でね、ゲーム内でビップランクに行くっていう一つの目標があって、まあ何より僕はゲームや音楽関係なく何かにチャレンジしてそれを達成する、納得するまでやりきる、その成長する姿を皆さんにも発信して勇気を与えたいっていうのが一番の僕の発信のコンセプトなので、サブチャンネルで始めるからには10万人、いや100億万人目指して頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。サブチャンネルのアカウントも概要欄にもちろん貼っておきます。なのでぜひまずはチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お話のもう3点目なんとですね、私ビスタン初の企業案件をいただきました。なんかさっきから頭つけてると思ったでしょ。あ、ちょっとこれ移動します。レッツゴー。はい、というわけで、私ビスタン初めての企業案件をいただきました。その商品というのが何だと思いますか？電球でございます。経緯を説明しますと、私ビスタンといえばドラム叩いてみた動画はもちろんなんですけど、その空間作りもねこだわっていて、過去の動画を見返していただきますと、電球がね吊り下がっているのがイメージしていただきやすいかなと思うんですけれども、その動画を見て、この株式会社エフェクト明治様からですね、うちの電球をよかったら使ってくださいということで、電球をね大量に
送っていただきました。本当にありがとうございます。だからまあ企業案件というか、まあご提供ご好意でいただいたということになるんですかね。なんですけど、ちょっと一点めちゃくちゃ謝罪しなければいけないことがありまして、最近ね、このコロナ禍の影響で私スタジオをお引越ししたんですよね。で、今はああやって電球を吊り下げられるような環境じゃなくなってしまってですね、これから叩いてみた動画で、じゃあ電球をいっぱいアピールするぞと思ってたんですけど、そういったやむない事情でですね、電球を PR できるポイントがなくなってしまったんですね。なんですけど、こちら僕のこの作業用のデスクですね、いろんな編集とかをする作業用のデスクの方にはですね、こちら、すごい綺麗な輝きでしょ？エフェクト明治様からいただいた大きい電球、これ、こんぐらい。ね、素敵ですよね。たくさんカタログも見てください。お送りいただいてですね、お仕事をされてる内容拝見したんですけど、素敵でしょ、見て。皆さんが、ね、イルミネーションスポットに遊びに行った時とかにはこのエフェクト明治様が必ず関わってるんじゃないでしょうかね。とにかく高品質で長寿命が売りの素晴らしい電球となっております。まあ、特にね、これからの季節、クリスマスですから、ご家庭用のイルミネーションとかにもいいんじゃないでしょうか。というわけでね、このエフェクト明治様、こちら楽天のページからもお求めいただけるようなので、こちらの概要欄に商品ページも貼っておきました。いいおしゃれな電気欲しかった、ちょっと照明を環境変えたいなんていう方がいらっしゃったら、ぜひエフェクト明治様のご利用よろしくお願いします。こんな感じで、どうですかね、大丈夫ですかね。いいこともあるもんだ。どんな人が見てるかわからないですね。こちら、企業スペース、たくさん余っております。皆さんの広告、PR にビスタのバケツご活用されてはいかがでしょうか。ということでごめんなさい。思ったよりも、めちゃくちゃ早く3万人達成してしまったので、ちょっとね、急ぎ足の動画になっちゃったんですけど、これからも、真心込めて元気が出るような動画、たくさん作っていくこと、ここに誓いますので、どうかこれからも応援よろしくお願いします。皆さんの、そういった登録ですとか、高評価ですとか、コメント、そして何より見ていただけていること、それ自体が僕の全てエネルギーとなっております。これからも、ぜひよろしくお願いします。今日はね、3万人達成記念に伴ってですね、プレゼント企画、そしてサブチャンネルの発足、そしてエフェクト明治様からの提供に関してのお知らせをいたしました。ということで、ありがとうございました。バーイビス。